ソードその1、口の中に〇〇を入れることができた。加藤清正は口の中に拳を入れることができたと言われています。清正さん何してんの？やべえ。204年後、俺も清正さんみたいな武士に。近藤さん何してんの？やべえ。清正に憧れを抱いていた新選組局長近藤勇も清正を真似て拳を口に入れていたそうです。エピソードその2、常に備えを忘れない。清正は平時でも常に腰に米3升と味噌、金銭300文を入れていました。米だけで5キロ弱。それ重くねえの？重い。しかし俺がこうしてればみんなも常に戦時の備えを怠らないだろう。クビだ。ガーン。常に備えを忘れなかった清正は平時に腰兵糧をつけ忘れた故障を怠慢だとして免職にしたといいます。エピソードその3、昇進したのに不満を漏らす。清正は静ヶ岳の戦いで大きな武功を挙げ、一気に3000石の加増を受けます。ようやった清正、3000石の加増だ。ありがとうございます。正則は5000石の加増だ。ありがたき幸せ。は？なんで正則が5000で俺が3000なんだ。実力は変わらないのに。負のオーラがやばい。睨まないで加藤さん、マジで怖いから。汗。大幅にキャリアアップした清正でしたが、福島正則の方が多くの加増を受けていることを気にしていたと言われています。エピソードその4、一騎打ちは刀で勝負。清正が日の北部24万石を治めていた頃、小西行長の領地である天草で豪族の反乱が起きます。援軍に向かうぞ。援軍に駆けつけた清正は反乱軍の中でも豪傑と知られる木山壇上と一騎打ちになります。いざ尋常に勝負。壇上は弓の使い手でした。ひょうもの一騎打ちは刀で勝負でしょうが。清正は持っていた槍を投げ捨てて叫びます。それもそうだな。清正の言葉を受け壇上も持っていた弓を捨てます。あ、刀で勝負じゃないのか。清正は拾った槍で壇上を討ち取りました。エピソードその5、猿と会話する清正。徳川政権が樹立し、徳川家と豊臣家が微妙な関係にあった頃、清正は悩みに悩んでいました。豊臣家には返しきれないほどの恩がある。しかし自分の家を守るためには家康には逆らえない。清正は論語、儒学の本に赤で書き込みをしながら読み込むほど悩んでいました。こうしよう、俺はどうすればいいのだ。清正様。そんな中、清正の飼っていた猿が清正の真似をして論語に筆で落書きをします。あ、そうか、お前も聖人の教えが知りたいか。清正様が猿に話しかけている。いよいよやばいかもしれない。エピソードその6、秀吉への忠義を忘れない。家康の晩年、彼は豊臣秀頼を二条城に呼び出します。豊臣に動かれるといろいろ厄介だからな。家康の目的は秀頼を監視下に置くことでした。一方豊臣方では、家康は秀頼様を亡き者とするつもりではないのか。しかし家康の呼びかけに応じなければ戦いの口実を与えてしまうぞ。豊臣方に選択肢はありませんでした。俺がついていく。いざという時は俺が秀頼様をお守りする。加藤清正が秀頼の警護役として付き添うことになります。こうして秀頼と家康は二条城で会見を行うことになります。この時清正は胸元に短刀を忍ばせていました。この短刀は彼が幼い頃に秀吉から褒美としてもらったものだったと言われています。秀吉様、俺が命に代えても秀頼様をお守りします。会見は無事終わります。これでほんのわずかばかり太后殿下恩義に報えることができた。
清正は豊臣家への忠義を生涯忘れることはありませんでした。今日の名言、人は一代、名は末代、あっぱれ武士の心かな。次回、斎藤道三を討った本当の理由とは。斎藤義達の生涯、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。